ヘビーメタルファンの皆様、王様ロック TV ご覧の皆様、こんにちは。キングレコードでメタルフロンティアの A&R を担当しております斉藤です。またまたこの王様ロック TV の時間がやってまいりました。今回もお送りするのは私斉藤と王様ロック公認のキャラクターのこちらの方。はい、ラウドロックとヘビーメタルが大好きなリッタさんです。そして今日も今日もひよっこマリアちゃんです。はい、ということで、いつものね、この3人のメンバーでお届けいたします。実はね、私最近夏休みをね取りましてですね、6月7日から10日スウェーデンで行われましたスウェーデンロックフェスティバルに再び参戦してまいりました。いいないいないいないいいでしょう。ちゃんと王様ロックに写真とか撮ってきてくれました？うん、もちろん、会場でね会えたバンドもたくさんいてね、写真も撮ってきましたのでね、まあ、これからツイッターとかねフェイスブックでちょこちょこね写真を上げていこうかなと思っております。テレビ用にもください。テレビ用もね、うん、いけるかな、ちょっとね頑張りますよ。うん、ちょっとねそのあたりも期待していただきたいなと思います。楽しみ。うん、あとね、この王様ロック TV 用にね、お土産なんかもね、買ってきましたんでね、後ほどね、ご紹介しましょう。嬉しいですね。うん、期待しててください。ということで、それでは今回も盛りだくさんな内容でお届けいたします。王様ロック TV 第6回目のスタートです。ニューリリースインフォメーションのコーナーです。このコーナーでは毎月メタルフロンティアからリリースしている新譜をご紹介いたします。今回もたくさんの作品のリリースがありますが、まず最初の作品、リタさん何でしょうか？はい、昨年末に行ったトリックアトリートとのカップリングツアーも大成功に終えた奇才アルド・ロノビレ率いるイタリア産メロディックパワーメタルバンドシークレットスフィアのニューアルバムザ・ネイチャー・オブ・タイムです。はい、ということでね、今ねリタさん紹介してくれた、アルバムがねこちらなんですけどもね、まずね、最初はこのシークレットスフィアの約5年ぶりとなるニューアルバムでございます。本作でもね、ホワイトスネークでねキーボードで弾いておりますミケーレ・ルッピ、彼を要する編成でレコーディングしておりまして、昨年来日したメンバーと同じ、編成で制作をしております。まあ、ただね残念ながらねあのギタリストで、同行しておりました、マルコですね、彼は昨年の、ね、来日後に残念ながらちょっとバンドを脱退しているんですけども、まあ、そこはリーダーであるアルド、ロノビレが、サポートしてレコーディングを中心に行っております。この作品なんですけどもね、まあ、前作そうですね約5年前に出たアルバムと同じようにですね、このシークレットスフィアの中心人物アルドとミケールですね、彼らが書いたコンセプトアルバムとなっております。でね、どんなコンセプトかと言いますとね、主人公はですね実は昏睡状態になる少女というのがね主人公なんですけども、まあ、この少女が7つの美徳と言われるねものを追求していくんですけども、このね7つの美徳って何なのかというとね、まあ、CD には書いてあるんですけども、ちょっと、ね、読み上げますと、1つ目が愛、そして勇気、優しさ、正直さ、信念、献身というねこの7つのキーワードを模索して、人生を進んでいくというですね、まあ、非常にちょっとスピリチュアルでもありアーティスティックな内容のコンセプトアルバムになっております。ゆえにね、まあ、このシークレットスフィアのすごく得意な部分というのはこのメロディックスピードメタルにあるんですけども、まあ、もちろんそういった曲もあるんですけども、曲によってはねちょっとバラード調の曲もあったり、非常にそのシアトリカルな曲もあったりですね、なかなかですね奥の深いコンセプトアルバムに、なっております。去年の来日、ね、まだリタさんいなかったんだけど、うん、なんかミケーレ歌が上手いだけじゃなくてすごい陽気な人柄だったみたいですねそうだね、そうかそうか、まだねあの時はねとかリタさんいなかったんだね。そう、このねミケーレ・ルッピという人はね、本当にステージだとなんていうのかな、エネルギッシュでね結構激しいんだよね。実はオフだと、まあ、本当に陽気なイタリア人というかね、まあ、本当に陽気なラテン系のノリがある方でね、本当に気さくで楽しく話してくれる人なんですよね。で実はね私
4月にね、前回の放送でもちょっと触れたんですけども、フロンティアズロックフェスティバルというのにね、行ったんですけども、そこで実は、ミケーレ・ルッキとね、アルド、このね、2人にね、会場でも会いましてね、おお、お前元気かみたいな話をしたんですけどもね、そういったね、本当に彼らの人柄なんかも私はすごく大好きでね、人柄だけじゃなくて、この作品も本当にね、素晴らしい出来栄えでございますのでね、ぜひこのね、シークレット、次はもう本当にね、ちょっとイタリアのメロディックメタルのバンドではもう、中堅からベテランの域に、ね、いるバンドではありますけどもね、ぜひアルドとシークレットスフィアの久々の新譜、好きな方をチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そして次の作品はマリアちゃん何でしょうか。はい、続いては初期アイアンメイデンにも在籍した伝説のギタリストデニス・ストラットンが結成したニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルバンドライオンハートの復活作となる約30年ぶり奇跡の新作セカンドネイチャーです。はい、ということでね、今マリアちゃんが紹介してくれたねライオンハートのアルバムはねこちらですね。実はねこれね厳密に数えますとね約30年ぶりで間違いないんですけど、厳密に数えると実は33年ぶりというねことが分かりましたね。本当に久々のアルバムなんですけどね。このライオンハートですが、80年代前半におきましてね、一大ヘビーメタルのムーブメント、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタル、このシーンの中でもね、デビュー作というのは特にこの極上の、ね、メロディックロックの楽曲を書き上げまして、ある種ねこのシーンの中で実際を放っていたこのライオンハートなんですけどね、惜しまれつつもね残念ながら1枚のアルバムを残して解散してしまうわけなんですが、その後ねメンバーはねこのプレイングマンティスとかね、マイケル・シェンカーのマッコリー・シェンカーグループのメンバーなんかもねでも活躍しまして、ある種このライオンハート自体が伝説のバンドとしてね、歴史に名を残しているわけなんですけども、そのライオンハートがですね、昨年ですね、フェスティバルを出演を、契機に一時的にね再結成を果たすんですけども、そこからね、話が盛り上がりましてですね、本格的にバンドとして再始動しまして、そしてこの前作から約33年ぶりとなるねニューアルバムを、制作いたしました。このね再結成ライオンハートのメンバーなんですけども、オリジナルメンバーであるデニス・ストラットン、そしてねスティーブ・マン、そしてロッキー・ニュートンベース、このね、3人に加えまして、クライブ・エドワーズドラム、そして、シャイのフロントマンとしても活躍しましたリー・スモールという面々でね制作しております。このね今2番目に言ったこのスティーブ・マンという人はねギターとキーボードやってるんですけども、あれですねマッコリー・シェンカーグループのメンバーとしても活躍していますし、実はねマイケル・シェンカーフェストのメンバーとしてもね来日なんかも実はしている人なんですよね。そんなね面々で、制作しているアルバムなんですけども、どんな作品かと言いますとね、幻の名盤、デビューアルバムですね、ホット・トゥナイトの頃を彷彿とさせる哀愁の旋律を見たメロディアスハードロックを書き上げております。そしてね特筆すべき点が1点ありまして、このねデビュー作収録のライオンハート、このね楽曲も今の編成で、再レコーディングしております。どこまでもね本当にブリティッシュロックにこだわり、そしてライオンハートらしい哀愁味のあるメロディックロックを書き上げている、そんなね、素晴らしいアルバムになっておりますので、ぜひね、このライオンハートのアルバムねチェックしていただきたいと思っております。素敵すぎる。そして先日行われたプレイングマンティスとの来日公演も好評でしたね。そうだったね、このね、プレイングマンティスとライオンハートの、共演、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルシーンを代表するこのね、バンドの共演を本当にね心待ちにしていたファンの方本当にたくさんいました。本当にねライブもねいいライブだったと思います。実はねメンバーへのね簡単なインタビューも行いましたので、そのねインタビューの模様は後ほどのゲストコーナーでお届けしたいと思います。そして最後にご紹介するのは、圧倒的な歌唱力とインパクトで彗星のごとく国内のメタルシーンに登場する驚異の女性メタルシンガー、シン・アイソマーです。実はね今日はね実際に本人を、このスタジオにね、お呼びしておりますので、ご紹介したいと思います。どうぞ。はい、それでは、シン・アイソマーさんご本人に、今日スタジオにお越しいただきました。どうもこんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。ご無沙汰しておりますね。はい、なかなかね普段、
まあ、合ってるようでね、そんなに実はね、合ってなくて、ね、久しぶりですよね。久しぶりですね。なんかすごくね、不思議な、ね、感じがするんですけどもね、実はね、この新アイソマーさんと、私ね、斉藤が会ったのがね、そうですね、大体約今からね、2年前ぐらいでしょうかね、このキブリアのね、あの来日公演がきっかけで、まあ、私たちね、あのこう知り合うことがね、できたんですよね。そうですよね。キビアのカバーを、まあ、ボーカルで歌ってたんですけど、まあ、それをたまたま、そうですね、ユーリさんが見つけて、ね、聞いてすごく気に入ってくれて、ね、そうですね。でちょうどその来日の、まあ、前かな、ちょっと前ぐらいに結構ヒブリアが、まあ、そのわーって盛り上がってる時にね、そのユーリが、まあ、こういう、ね、カバー曲あるんですけど、ね、あの聞かせてくれましてね、あんまりね、まあ、聞くんだけども、そのなんていうのかな、結構普段、ね、そういうカバー曲とかも、まあ、一回聞いてるんでね、そんなにそのおっていうこともまあそんなにはないんだけども、なぜかね、なんかそのカバー曲がすごく気になりましてね、なんかその女性の声なんだけどもすごく力強いというか、ね、パワフルでね、誰なんだこの方はみたいなね、なんか、まあ、そういうことがあって、で、まあ、ちょうどね来日公演もあってね、確かね、そう、思い出しましたよ。何ですか、来日公演がね、あの東京でライブがあって、でその翌日に確かねCD ショップでね、あのイベントをやったんですよ。インストアイベントですね。で、はい、そこで、まあ、来てみないかみたいな、ね、話を、確かね、そんな連絡をしました。しましたね。そう、それで来て、そこで、まあ、メールの、ね、やり取りなんかあったけども、そこで実際、ね、新アイソマーさんと会いましてね、で、まあ、メンバーも紹介してね、おお、この子かみたいなね、ユーリがね、すごく、自宅に話してくれたなんていうのもね、覚えていますけどもね、その頃のこと覚えてますか？いや、ものすごく覚えてますね、はい、やっぱりもう、うん、私はものすごくパワーメタルが好きなんですけど、うん、ヒブリアとやっぱり直接対面でお会いして、うん、でやっぱりメンバーの方も、うん、もう私が歌ってたその音源を聞いていて、うん、あの子かっていう風に、そうだ、覚えてくださったのに、ね、すごい感激でしたね。確かにね、そうそう、初めて会った時、ああ君かみたいな、ね、そうですよね、うん、そんなノリがあったかなと思いましたね。びっくりしてましたね、はい、そうだ、うん、いきなりね、その連絡をね、まあ、連絡するじゃないですか、今日ね、いうイベントなんだけど、うん、みたいな、焦りませんでした？びっくりしましたね。そうでしょ、正直、もうイベントの、うん、3、4時間前ぐらいにいきなりメールが来てたんですよ。そうかもしれない。で、なんだ、なんか知らない人からメールが来てるし、何なんだろうって開いてみたら、斉藤さんだったし、すいません。そうそう、ね、いや、でもそれが本当きっかけでしたね、最初会いした、まあ、そうだ、ユーリがね、すごく本当にすごくいい形でね、紹介してくれたし、まあ、実際、まあ、ライブあるんだったらね、じゃあ会ってみようよみたいな話になってたからね、まあ、そういう連絡をしてみたんですけどもね、まあ、それがね、約2年前、まあ、そこからね、いろいろ仕込みがありましてね、まあ、この度ね、満を持して、このキングレコードからね、デビューするという形になった、新アイソマーさんなんですけども、はい、ちょっとね、このデビュー、まあ、アルバムかな、ミニアルバムについてね、聞いていきたいなと思うんですけども、まあ、本作の、サウンドプロデュースをね、担当している方はね、実は、パツオさんという、ね、方なんですけどもね、まあこの方ね、本当にまあいろんな、ね、作品、そうですね、ゴールデンボンバーさんとかね、サウンドプロデュースなんかもしておりますけどもね、実際このタツオさんと仕事してみてどうでした？歌う側の気持ちをすごい感じ、分かってくださる方で、はい、すごい歌いやすかったですね。歌いやすかったというか、うん、やっぱり辰夫さん自身がものすごくメタルの土壌がしっかりされている方、うん、ね、もうメタリカとかも大好きですし、うん、はい、で結構そのロック、ジャーニーとかも話で盛り上がったりとかレコーディング中はしてたんですけど、うん、でやっぱり今回私がもう全くの新人なわけじゃないですか、うん、だからまあ意気込みとしては、はい、まあ、歌い方としても、まあ、メタリカのファーストのキル・エム・オールみたいな、ちょっと荒削りな感じで、もう、うん、そういうディレクションがあったんですよ。ここはちょっとキル・エム・オールみたいにしてみたいな。そうですもうそういうのがあったりとか、はい、まあ、やっぱりあとオジーとかですね、うん、まあ、そういった、まあ、メタルの話を花咲かせつつ和気、うん、あいあいと、はい、うん、まあ、ただやっぱり最初のレコーディングだったので、うん、私自身はすごい緊張したんですけど、緊張しました。なるほどね。でも、まあ、すごい、うん、まあ、素敵な方で、うんうんうん、まあ、私も
まあ、十二分に、うん、まあ、パワーボイスを炸裂できたんじゃないかなと思ってます、うんうん、なるほどね、はい、まあ確かにこのね、タトさんと、まあもちろんね、その事前にミーティングなんかも結構、まあ、したんだけども、まあ実際その現場はね、本当にまあ、タトさんに結構ね、任せてもね、本当に心配のないぐらいのね、なんていうかな、安定のクオリティをね、持ってる方なんでね、私もね、本当に出来をね、こう完成したものを聞いてね、本当びっくりしました。すごいですよね。びっくりした。いや、 やっぱり私が結構もともとパワーメタル直系のボイスじゃないですか、うん、はい、なのでタツオさんのサウンドのクリエイトにかかってくれればモダンさがすごい出してきて、うん、やっぱりその組み合わせが自分でも聴いててワクワクした、まあ、そんななんかアルバムなのかなと思ってます。あれ実際レコーディングは順調にいったんですか？うん、いや、まあ結構、まあ、最初の初日はやっぱり時間かかりましたね、うん、はいはいはい、でもどんどんコツを自分の中でも掴んでいって、うん、まあ、どういう風に撮っていくのかとか、うんうん、まあ、ここはどういう風に擁護されそうかなとか、はい、うん、まあ、そういったことも考えつつ撮っていったので、うん、まあ、最後は結構スムーズ、どちらかというとスムーズだし自分のやりたいように、うん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 、すごい甘えさせていただいた感じですね、はい。そうだな、まあ、私の、ね、印象としては、ね、今回の、ね、アルバムに入っているそのいわゆる デモ曲っていうのかな、まあ、そのいわゆる 元になる曲ですよね。あ、アイディアの、 その、まあ、デモを聞かせてもらったときに、まあ、十分そこに曲が魅力的だったんだけども、まあ、これが実際そのバンドアレンジを、ね、する、まあ、タトさんがすることによってどう変わるのかなっていうのを結構注目していたわけですよ。聞いてみてね、そのいわゆる、まあまあ、こんな感じかなみたいなこの予想をしてたんだけど、それ以上の、ね、クオリティが上がってきたから本当ね、まあ、びっくりしたというかね、驚きましたね。いや、うん、すごいですよね。でもちろんそのアレンジに負けずね、そのね、新アイソマーさんのボーカルね、うん、いいんじゃないですか。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、ボーカルでこだわったとこなんでありますか？もう僕1個知ってますよ。何ですか？仮に言っていいですか？仮にクワイエットスカイのね、クワイエットスカイのあのキーにはこだわってましたね。やっぱり上はもう高いところ、うん、下はもう低いところ、うん、がっつり行くのと、うん、やっぱり上に行ったとしても、うん、パワフルさは絶対にもう落としたくなかったので、うんうんうん、まあ、その部分はやっぱり声のメンテナンスっていうのもすごくしつつ、うん、はい、あとやっぱり歌詞とかの内容とか、うん、どういう風にやっぱり表現していくのかってことはすごい、まあ、考えて、うん、まあ、自分で、まあ、実験していき、うん、まあ、歌い方を工夫していき形だったので、まあ、すごい思い入れはものすごいある曲ですね、うん、やっぱり一番最初に作ったデモで、まあ、斉藤さんに聴いていただいたのはそのクワイトスカイっていう曲だったので、うんうん、そうですね。なるほどね。ボーカリストとして影響を受けているボーカリストっているんですか？いや、もちろんいます、まあ、ちょっとバンドとはまた別にね、バンドとは別に言ってしまうと、うん、まあ、もしかしたら先ほどもお話に上がってたかもしれないんですけど、はい、ボーカル の、まあ、そのスキルを磨こうと思ったのは、はい、ミケーレ・ルッピさん。あれ、なんかさっきなんかちらっとさっきちらっとなんか出てきましたね。はい、いや、ミケーレ・ルッピさんの、はい、ボーカルを聴いたときに、うん、もう最初聴いたのビジョンディバインだったんですよ、はい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 、あのストリームオブコンシャスネスでしたっけ、はいはい、ラビタフッチとか、うんうん、アイデンティティとか、いや、なんか全然、うん、もう声がもう艶やかで高いところにいても辛くなさそうな、あの人ね、艶やかだし、パワフルなんですよね。いや、そこがすごい、うん、もう最初に聴いたときに一緒に聴けて、うん、あ、私もこういうふうに歌いたいっていうふうになって、はい、まあ、それから、まあ、結構はい、歌とかのスキルとかを上げに、うんうん、ボイストレーニングとか習いに行ったりとか、なるほど、まあ、自分でも練習めちゃめちゃしたりとか、はい、うん、なんでイケレルピさんはすごい尊敬してます。イケレルピか、はい、そうです。たまたまだね。そうなんですよね。たまたま彼のバンドを紹介するときに、シン・アイソマーさんのゲストというね、なんかこれも縁ではないかなと思いますけどもね。じゃあちょっと本当はね、いろいろまだメタルの話したいんですよ、うん、まだいろいろね、引き出しあるのは私知ってますんでこのね、いろいろ紐解いていきたいなと思うんですけども、ちょっと残念ながらね、ちょっと時間が来てしまいましたので、じゃあその王様ロック TV ね、ご覧の、まあ、ファンの皆様に何かね、コメントがあれば
をね、見ていただければなと思います。はい、では私新アイスマンはこれからもパワフルなヘビーメタルボイスで皆さんを圧倒していきたいと思うので、うん、応援のほどよろしくお願いします。ということでね、今日はね話題の、女性メタルボーカリスト新アイスマンさんにスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただいまご紹介させていただきました CD は全国のレコードショップまたは通販サイト、キング E ショップでも買えますのでぜひチェックしてみてください。次回の王様ロック TV はクワイエットライオット、アダージョ、ワールドトレード、そして日本からはノーゴッドのミッシングに続くニューシングルやネクサスを代表するベテランテラローザの、アルバム、そして横関淳、小林慎一の新作をご紹介する予定でございます。楽しみにしていてください。皆さんよろしくお願いします。以上ニューリリースインフォメーションのコーナーでした。王様ロック TV をご覧の皆様どうもおなじみノーゴッドです。今回はですね7月26日発売ノーゴッドのニューシングルハーレクイーンの MV 撮影が無事終了しました。イエーイ。今回ですねまさかの浜森生着替え入っておりますね。誰？俺団長早着替えがね収録されてまさかのあのまさか夢のですよ団長 VS 団長ですよ。あのアベンジャーズもびっくりよ夢の共演が。俺も長年バンドやってきましたけどね共演はしたことないですよ団長さんと。ちょっと何言ってるかわかんない。わかんない、俺もわかんないけど映像見ればわかるはず。ちょっと眩しくない？なんか一人やっぱね、なんかね、赤は落ち着くね。あれ違うバンドの人？違うバンドの人ではない。違いましたよ。え、ず、俺メジャーデビューの時こんなんだったじゃんさ。ゲスト、ゲスト、まあまあフューチャーリングでいいからやめろ。フューチャーリングさん、フューチャーリング団長、団長です。すげえな、12年やってきて急に距離離れちゃったから。いや、そんなわけで、ノーボットの、ハーレクイーンのミュージックビデオ、ぜひ、見てやってください。よろしくどうぞ。そちらを出して夏はそれを引っ提げてツアーも回るのでよろしくどうぞ。てなわけで以上ノーボットでした。バイバイ。ゲストコーナーです。今月はジェント系ギタリストジャンルカフェロ、このねジャンルカフェロがギタークリニックで来日をしていたんですけどもね、そんなねジャンルカフェロ本人からコメントが届きましたのでお届けしたいと思います。 Hello Japan, I'm Gianluca Ferro and we are at Vantage Studio in Shinjuku, Tokyo. Thank you for coming to our Japan tour. The show was so amazing for us. Hopefully we will back in Japan soonYou're watching King Rocks! Please check out my new album, A Hole in the Ocean. Bye! そして続きましては、来日公演も大好評でありましたライオンハートのインタビュー映像をお届けしたいと思います。はい、ということで、第6回目のですね、オスモロック TV の、ゲストコーナーの時間です。今回はですね、ライオンハートのメンバーに来ていただきました。Please introduce yourself for both our group and the TV. The Chant? Yeah. Rocky Newton. Hi, I'm Rocky Newton. Hi, everybody. And he plays bass. Yes. Yeah. He forgot. Yeah. Clive Edwards, I play the drums. Steve Mann, I play lead guitar. And keyboards. Oh, sorry, I'll start again. Steve Mann, I play lead guitar and keyboards. Hi, I'm Dennis Brown. I play guitar, backing vocals. Hi, I'm Lee Small, and I'm the singer. And we do backing vocals too. Anything we forgot? Not me. Mm-hmm. Yeah, that was it. We saw you. And I don't do backing vocals because they don't let me. No backing vocals.はい、今回ですね、アルバムとしては2枚目なんですけども、セカンドネイチャーというねアルバムを出して、来日は多分初来日なんですけどもね、そのまあ日本の感想なので、いかがかなと。I think after being here for 15 years with Prayer Mantis from 1990 to 2005, I finally made it back to Japan with a band I couldn't get to in the 80s and.I love Japan. We've only been here for 2 days, so as far as how the country's changed, we haven't had much time, but I guarantee there may be a second generation of fans after 27, 30 years, or however long, 17 years,
but it's still a fantastic atmosphere with the fans, new fans and old. Yeah, that's the point. I think it's what's really been great for us is we've come here and there's the amount of support we have here in Japan has just been incredible. We thought it's great to come out here and play with Praying Mantis, but the number of Lionheart fans we've found here in Japan has just been absolutely incredible. And it's just great to come to Japan anyway. Can't be other place. I've been previously with UFO and Wild Horses, and to come again, I mean, to me, Japan is a very special place. Always. Very, very special to me, and I think, you know, the fans are very special. Yeah, same for me. I was here in 1988 with MSG, and there's met a lot of fans that were there and went to those concerts, and now they've come to see Lionheart, and it's everybody's so friendly, and yeah, we love Japan. Yeah, my first time, I never got to go to Japan, so I'm just loving being here, and the people have been amazing, and it's just, we can't thank you enough, can we? We can't thank the people of Japan enough. It's been, you know, making us so welcome. We finally got here, as for sure. Yeah. Collectively. Yeah, that's right. まあ、今回はプレイングワンティスと、共演なんですけども、プレイングワンティスとは付き合い長いんですかね？ No, I've never met them. I remember meeting Praying Mantis when they supported Wild Horses at the Marquee in about 1979 or something, when they'd just formed. No, again, I think it just had to happen because after 15 years, as I said earlier, in Japan with Praying Mantis, we still kept as close friends, even though the band split up, we went our different ways. They reformed, I was too busy, I didn't want to go back to reform, I didn't want to join Praying Mantis again because I was too busy on other projects. So basically it had to happen because when we got the chance to reform Lionheart for the last October reunion festival, we didn't know that we were going to do a new album. When the new album was halfway through, and we knew that we was onto a good album, it had to happen. We were talking to Tino, Steve was talking to King Records, Steve was talking to Yumi on the production side, I was talking to Tino about Madness and Lionheart. It had to happen. And here we are. It's just, we're all mates, we all go back a long way, and that's why I'm still playing one or two songs with Praying Mantis. I mean, I think we've all kind of in one way or another known them for years anyway. Yeah. I actually used to be in a band called Stratus, going back to sometime, which was Tino and Chris, Clive Burr on drums, you've only got to look back at 1979 with Metal for Mothers. It was like Iron Maiden, Praying Mantis. Mm. You know, so it goes back many, many years. The connection is always been there. 私はですね、スウェーデンロックで彼らのライブを見て、すごくね、いいライブだったんだけども、なんか新曲がすごく昔の曲のフィーリングもあって、なんかすごくそのアルバムの作品としては新しいんだけども、そのライオンハートらしい昔っぽいところもあると思っているんですけども、そのあたりはどうでしょう。I mean, that's kind of the point that we made in an interview earlier, which I think Dennis made the point, is that we have our sound. So whether they're old songs or whether they're new songs, the Lionheart sound always comes through. And so of course they are going to integrate, all the songs are going to integrate because of the same sound. I mean, we found the same thing. We were a little bit worried when we started doing the album that the new songs might stand out as new songs and, you know, whatever. But it's been great the way the whole lot is integrated, and that of course comes across on stage too. So whether we play new songs, old songs or whatever, it all sounds like an integrated sound. Any other points about? Did I say anything? No, no, I think it's some of the new songs are actually some of the new songs are good point for that. Yes. I think you sung. Because I remember doing a few in Lily a long time ago. I think, you know, everything Steve says right, you know, and also you've got to remember that the old songs that are from the 80s, we've brought them up to date now.
so they're modern songs. Mm. So we've not taken new songs and tried to make them sound old. We've brought old songs on to make them sound new, to bring them up to this generation, so to this time. So yeah. And to me, the beauty of that as well is, for anybody who didn't know the old songs, you know, the testament to the old songs now, the way they've been, the way Steve's produced them and everything, you would not know which are the old songs, which are the new songs. Everything sits, you know, sits perfect on that. Yeah, I've heard that before as well. Before? Yeah. I don't know. Maybe you need it before. Oh, they weren't. Yeah, so everything sits great, you know, so. Yeah. Now people know the old from the new, which is... Exactly. Well, it's that style that sort of, that everybody sort of gets that, you know, sort of Lionheart sort of production, you know. It just molds itself into whatever we're doing now. But it's taken the best elements of the old days, and it's still there. The harmony guitars, harmony vocals, the arrangement, the feel, you know, it's all we've got to do now. It's a big stand. All we've got to do now is learn to play them loud. That's the hard bit. That's the hard bit. Yeah. Yeah. Getting them right. And you think we're joking. Yes. じゃあですね、ちょっと時間もなくなってきたんで、ちょっと今後の予定なんかも教えていただければと。We don't want to go home. The first album, which were left over, and I think it's you know, very often you start to run out of time and you hit deadlines and things and you start to have to rush mixes and stuff like that. So I think everybody is kind of really keen on, you know, as soon as we have a little bit of spare time, let's start actually putting stuff down already. You know, I mean, I've got my studio at home, which, you know, we can record anytime we like. And there's a vibe going on in the band, you know? Exactly, that's the thing, we're on this roll now, and the last thing we want to do is stop and say, right, we've got to break for a little while, because we don't want to stop. We just want to keep this ball rolling. I think momentum is key. Yeah, exactly. Really. Yeah. And we don't want to lose that momentum. An important thing about this album is we had the ideas in our head, and the good thing about what Steve just said about him in Germany at his studio, you know, and Lee's at home in his studio, and Rocky's at home and I'm at home, Clive's at home, the good thing is you get an idea, and that idea then can be in Steve's studio in seconds, because of the new technology. So you can bounce ideas off of one another, and that song could be finished in 1 or 2 days. It's just not being bogged down in your own room with the guitar, thinking, what do I do now? You sort of put that idea down, send it off, then they listen to it. I've got something, and you're bouncing all the time. Back in the early days, you always had to then think about booking a studio, a demo studio, and then meeting up and putting the stuff down, and you listen afterwards, you think, oh, it's not quite right, and you know, then you have to rebook the studio, and you know, now it's a very interactive process, you know, it's just things are going back. And we have one of the world's best producers. The thing is, with song ideas as well, nobody's precious about anything, which is the good thing. You know, it's a case of, we just want the best possible songs, you know, in the end of the day, so it's a case of, you know, if Rocky or if Steve or myself or Dan comes up with an idea and whatever, you know, as long as somebody, you know, we'll send it on and whatever, and somebody else will put a different idea, it could change it completely. But you know, and if it's for the best, that's great. That's the end result. That's what we want. And I'll tell you something. He's that good. He's that good. This guy, he doesn't have a mouse. He has a pen. That's where I'm at. This is
New technology. I'll be doing it all by myself. It'll catch on. But it also, to get back to answer the original question, we also have some, we've got a tour in November, December in the UK, which we're going to do. So, but we've got no more concerts between now and then. So, we can so we've got time to come back to Japan around about September. August, September. Well, we're around Loud Park or something like that. Should we do that? That's a good idea. Yeah, I've heard of that. And then all you fans in Japan, come over and see us in England in December. That's what we want as well. That would be good as well. We've got a lot of video footage as well, which so there may be some DVDs at some point. Yes. That's a good point. I think Yoshi and King Rebels may have a band going out on tour that they need the support round about sort of August, September. That might be a good idea. Yeah, I think so. Paying lots of money as well. Yes, the language will translate. ライオンハートのインタビューをお届けしました。実はプレイングマンティスのインタビュー映像も撮ってありますので、こちらは次回の王様ロック TV にお届けしたいと思います。次回の放送もお楽しみに。以上ゲストコーナーでした。メタはい、続きましては3回目を迎える新コーナー、開け王様の門。このコーナーは王様ロックの枠を超えて音楽業界で活躍されている皆様をスタジオにお招きしまして、ロックについて熱く語ろうじゃないかというねコーナーでございます。今回のゲストはこの方です。マーキーインコーポレイティド関根さんです。マーキーの関根でございます。よろしくお願いいたします。マーキーの関根さんですか？関根 A&R です。A&R をされてるんですか？関根さんですか？よく知ってます。はい、ということで3回目の、ゲストはね、関根さんにね、来ていただきました。なんかねこのね不思議な感じがしますね。なんかねあなたとねこう、そうですね、並んでねこうやって喋ってるのもね。というのもね実はね、まあ私ね斉藤とこのね関根さんなんですけどもね、結構ね、昔からね知ってるんですよ実はね。昨日振り返ったら、もう15年ぐらいの中というか、知り合ってから、そうですよ。本当ですか？はい、2002年ぐらいからだったと思うので。2002年ぐらい、そうだね。かなり長くなってきた。そのぐらいかもしれないね。そうですね。はい、そうそう、あのね、昔その本当にね最初ね、このね関根さんと会った時っていうのはね、本当まだね私このねレコード会社でね働いてなかったですね実はね。言っちゃいますけどね。そうですね。うん、なんていうのかな、某ね CD 店にね働いてましたね、私ね。はい、まあそこでね初めてね会ったんですけどもね、まさかねそんなね10年以上もねこんな顔つき合わせると思わなかったですけども ねびっくりですよね、本当に。でまあちょっとねそんな昔の話なんかしちゃっていいですか？あ、もちろん大丈夫ですよ。ね、はい、そう、その後ねそのね CD ショップでね、まあ元々ね私働いてたんですけどもね、まあ、その後そこのね同じ店にね彼をね引き込みましたね。ありがとうございます。引き込みましたね。メタルの道にね、ちょっと来いということでぐいっと引き込んでね、まあ一緒にねなんかその働いてた時期なんかもねあるんですけどもね、その頃なんか覚えてます？そうですね、楽しかったですね。あの頃はあの頃でね、あの頃はあの頃で楽しかった。楽しかったですね。僕は必死でしたけどね。いろいろ斉藤さんにね、教えてもらうことが多くて、毎日勉強になってましたけどね。本当ですか？本当ですよ。そんな感じじゃなかったですよね、あの頃。勉強になってないとは言えないじゃないですか。あ、まあね。あの頃ね、本当にいろいろ教えていただいてありがたかったですね。でもなんか本当、なんていうのかな、まあもちろんね今はこの仕事という、まあ側面でね、そうですね、このハードロックヘビーメタルっていうのに向き合っているんですけど、はい、まあ、あの頃って、まあ、もちろん仕事は仕事なんだけど、その何ていうのかな、毎月出る CD とかね、はい、あの国内版輸入版問わず、なんかそういうのをなんかよくね漁ってね、そうですね、なんかこういうバンド見つけたとか、なんかそういう話をなんかしてた覚えがね。そうですね、いわば今の仕事をする、もう前の、まあ、実は同じような仕事なんですけど、まあ、CD ショップで販売をするというような、話でしたけどね。あの頃ってそのなんていうのかな、まあ、レコード会社っていうのはその、はい、そういう、まあ、バンドをね見つけて、まあ、売ると、はい、売っていこうっていうねやり方で、まあこうまあ、仕事するんだけど、あの頃は届けられたその CD をそうお客さんに、ね、届けたいみたいな、ね、直接なんかねお客さんと触れ合う仕事をやってたっていうのがね、すごく楽しかったかな。フィードバックも常にありましたしね。そうそうそう、やっぱね、まあ、そういう意味でねやっぱ我々ね CD ショップね大好きなんですけどもね。本当ですね。あのね初めてね関根さんと会った時に、ね、覚えてるのはね、サンダーがめっちゃ好きだっていうのを覚えてる。あ、そうですね、すごい好きですね。
好きでしたよね。好きでした、ね、変わりました。いやいや変わってない、今でも好きじゃん。今でも好きなんですけど、あ、はい、そう確かに本当に好きでしたね。とにかくね、なんかそのブリティッシュロックサウンドっていうか、ブリティッシュロックかな、ね、イギリスのバンド好きだった、ね、はい、70年代とか60年代のハードロックとかもね、プログレも好きでよく聴いててみたいな感じで、そう、なんかあの年の割に随分ね、昔のバンド好きなんだなっていうね、印象がね、あるね。関根さんといえばね、そのね、覚えてるのはサンダーとね、あとフランク・マリノね。あ、フランク・マリノ、まあね、好きだったよね。なんかね、よくその話をね、した覚えがね、ある、うん。今はね、マーキー・インコーポレーティとか、はい、アバロン・レーベルのね、そうですね、A&R ディレクターとして、ご活躍をされているんですけどもね、はい、じゃあこのね、まあ、マーキー、アバロンというね、はい、レコード会社、レーベルについてね、はい、まあ、結構ね、歴史もある ね、まあ、そうなんですよね、レーベルなんで ね、 ね、まあ、ちょっとそんな流れなんかもね、ちょっと簡単にね、お話ししていただきたいなと、はい、分かんないところはフォローできますんで、あ、ぜひ、はい、あ、じゃあ全部お願いします。いやちょっとね、はい、そんな歴史も振り返っていただきたいなと思うんですけどもね、わかりました、はい、はい、じゃあですね、ちょっと説明をさせていただきたいと思いますが、うん、弊社マーキーインコーポレーティドは、うん、1980年に創業しております、うん、なのでもう80年、もう結構ですね、相当長いです、ね、老舗ですね、うん、で、まあ、アバロンはとりあえずひとまず置いておきまして、うん、結構いろんな業態がありまして、うん、ワールドディスクっていうまず CD ショップが目白にありまして、はいはいはい、老舗ですね。そうですね、うん、あとは、ベルアンティーク、うん、これはプログレの専門のレーベルになります、うん、で、それからユーロロックプレスというプログレの専門誌がありまして、はい、あとはですね、マーキーという、うん、総合音楽誌、あ、こちらもあります、ね、ありますね、音楽とね、このなんていうのがカルチャーをね、そうなんですよ、雑誌ね、ありますね、で、それからあとコンサート事業も、うん、ここ数年で行っておりまして、はい、まあ、自社のアーティストを中心にですね、うん、招聘を行って、はい、楽しんでいただくという形になっております、うんうんうん、で、アバロンレーベルなんですけれども、はい、そのマーキーのですね、うん、1ディビジョンとして1997年に発足いたしました、うん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 、なので、今年なんと20周年なんですよ、はい、お、もう20周年になりますか。そうなんですよ、なるほどね、はい、というところでですね、うんうんうん、でこのアバロンというレーベルの名前の由来なんですけれども、うん、はい、これはあのラナレーンというアーティストがおりましてですね、はいはい、まあ、知ってますよ、よく知ってますよ。そうですよね、はい、はい、かつてはね、よく知ってますよ、はい、そう、そのラナレーンの曲のタイトルでアバロンというのがありまして、はい、ここから、まあ、うん、撮っているというところがありまして、うん、スタートした会社になります、うん、で、過去に、まあ、リリースした、はい、アーティストなんですけれども、うん、もうヘビーメタルだけに限らずですね、うん、非常に幅広いラインナップでお届けしておりまして、はい、まずですね、まあ、ソナタアクティカ、うん、それからエドガイ、うん、アバンタジア、うん、ゴッドハード、うん、ロイヤルハント、うん、ユニソニック、うん、ライオット、うん、などなど、 などなど、はい、あとは、まあ、メタルではないですけれども、うん、例えばイエスとか、うん、あとエイジア、ドラム系ね、そうですね、うん、それから、シカゴ、うん、ボストン、エレクトリックライトオーケストラ、こういったところも出しておりまして、ね、非常にバラエティ豊かなラインナップになっているかなと思います、うん、で、うんうん、昨今はですね、うん、ビーザウルフとか、うん、それからムーンサファリとか、うんうん、こういったあの若いアーティストの才能をどんどん育てていきたいなっていうふうに考えておりまして、うんうん、そのあたりの発掘育成っていう部分を今ちょっと中心に行っているかなというところになります、うん、なるほどね、はい、先人バンドの力も入れているという ね、 うね、はい、最近のリリース等々でちょっといこの場でね、この場でね、なんかこのね、王様ロック TV をご覧の皆様にぜひこれを聞いてくれみたいなね、これを見てくれみたいなのあれば、実はあるんですよ、うん、3分時間あげるから、あ、3分ですか、3分、ね、巻きでじゃあ喋っていただいていいですよ、はい、まずですね、はい、最初にご紹介したのは、これはアルバム発売してですねちょっと経ってるんですけれども、うん、スウェーデンのイエテボリ出身のアートネーションというアーティストをご紹介したいなと思っております。これ5人組のグループなんですけども、はい、まあ、イエテボリというと、うん、まあ、結構日本のファ、まあ、メタルファンの皆さんはメロディックデスメタルのね、はい、総本山なんてこう言われたりしてますけれども、ね、うん、このバンドはですね、うん、割とですねヒートとか、うん、それからヨーロッパとか、うん、そういった類の、まあ、80年代スタイルの割とこう、うん、ハードロックをプレイしているグループということになります。でこのね、はい、バンド実はね、この間ね、私スウェーデンにね、スウェーデンロックというのを見に行ったんですよ。そうですよね、してますよね、出演してたんだけどね、出順が早くてね、ちょっとね、ちょっとバス乗り遅れちゃってね、そうそう、見れなかったんですよ。そうでもね、うん、結構やっぱり向こうではね、人気がじわじわ来てるみたいですよ、うん、やっぱりそうなんですね、うんうんうん、でそんな感じでですね、非常に才能豊かな5人組でして、はい、アレクサンダー・ストランデルってこのボーカリストがですね、うん、とにかく才能があって、うん、エモーショナルな歌声をしてるんですね、はい、で彼の、声をちょっと中心に、うん、こう組み立てられた割とハードロックをやってくれてるんですけれども、うん、はい、なんとですね、来日公演がお
本当ですか？本当です。おお、これは良かったな。見逃しちゃったからね、この間ね。はい、日本でもう一回見れる、ね。決定しておりましてですね、うんうん、11月の9日、ツタヤオーウエストさんの方で、うん初のですね、単独ショーケースこれやりますので、ぜひ皆さんちょっと遊びに来ていただければと思います。うんはい、非常にアマランスのね、結構制作人なんかも絡んでまして、ちょっとモダンな味付けになっている、結構ハードロックだったりしますので、はい、ぜひ。これ足を運んでいただければと思います。これ楽しみだ ね、 これね、はい、よろしくお願いいたします。あと、はい、これセカンドアルバムなんですけど、リベレーションというアルバムなんですが、ファーストアルバムレボリューションも、発売になったばっかりですので、そちらもぜひ、来日記念版ということで注目していただければと思います。来日記念版も出すと。そうですね。なるほどね。よろしくお願いいたします。はい、いや、非常に楽しみにしてますよ。ありがとうございます、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、他にもありますか？すいません、ちょっと長々と恐縮なんですけども、ビヨンド・ザ・ブラックというアーティストを紹介したいと思っておりまして、これ、ラウドパークで来日する、こちらも新人アーティスト、そうなんですよ、新人アーティストなんですけども、これ6人組で、女性シンガーのジェニファーというですね、元アイドル出身のシンガーを擁する、グループなんですけれども、バックの制作陣が、結構アバンタジア系だったりとか、非常に王道のハードロックを実はやっている人たちなんですけれども、かなり聞きやすい、ロックをやってくれてますので、ぜひこれちょっとビジュアルもイケてますので、ちょっとチェックしていただければと。こちらも初来日公演が初来日公演ですね、ラウドパークで実現すると、はい、実現するということになります、はいはい、よろしくお願いします、あとはですね、もう一つちょっと面白いアーティストがいまして、これ5月に発売したアーティストなんですけど、エンバーフォールズというですね、アーティストおりましてですね、これがですね、アマランスの、この前辞めてしまったんですが、ジェイク・イーというですね、シンガーがおりまして、彼が全面プロデュースをしているフィンランドは、スパインファーム出身のグループということになります。なるほど。オーソドックスな結構、メロディックデスっぽいことを実はやってるんですけども、そこにちょっとペンデュラムとか、そのあたりのちょっとクラブっぽいテイストとかも、専任のキーボーディストっていうか、そういう方がいるので、彼の、プレイが結構フィーチャーされていて、非常にメロディックな感じの仕上がりになってます。これもなんかビジュアルも含めてかなりちょっと面白い。ちょっとお見せしてこれ分かるもんなんでしょうかね。なかなか写真が斬新だね。あんまりこのヘビーメタルっぽくないね、写真も。そうなんですよ。なんかね、結構着飾ってて、実はなんかレジスタンスみたいな。なんかコンセプトがあるみたいで、メイクとかも結構してて面白いグループなので、これもぜひちょっと音もいいのチェックしていただければというふうに考えております。なるほど、はい、なかなかあれですね、やはり幅が広いですね。あ、そうですね。若者を今中心にね紹介してもらいましたけども、なんかこの音楽的にはメロディックなものもあるし、ちょっとそういったものもね、ヘビーなものもあるし、モダンなものもあるっていうね。そうですね。なかなか関根さん、やりますね。あれ、これあなたが選んでるんですか？私がチョイスしております。本当ですか？関根さん、幅広くなりましたね。幅フランク・マリノじゃないんですね。フランク・マリノベースに。あ、フランク・マリノベースね。あ、ベースにあって。そこに積み上げていくという。進化していると。そういうことですね。進化しているアバロンレーベルも今後ともよろしくと。よろしくお願い。ということですね。はい。そっかそっか。いやー、なんか実は結構ね、久々にね、今回、この収録で会ってね、関根さん、幅広くなったなって思ってますよ、私。あ、ありがとうございます。嬉しいです。私ね、幅広つもりなんだけどね、基本ベース変わってませんから。そう、自分で言っちゃいますけどね。はい。ということでね、なんかね、今いろいろね、話したんですけどもね、なんか言い残したことありますか？言い残したこと、いいですよ。まあですね、やっぱりですね、ヘビーメタルっていうジャンルを、どんどんこう次の世代に僕はちょっと、繋いでいきたいっていうふうに思う。次の世代ってあなたね、次の世代ってあなたが言ったら私どうなるんですか？なんかそうなんですけども、まだ僕らよりさらに若い世代の子たちが、どんどん出てきてますので、そのファンの方々にどんどんこうヘビーメタルはすごいいい音楽だってことを、どんどん継承していきたいなって思うんで、この先ほどご紹介した3アーティストっていうのはやっぱりその橋渡しになってくれるグループかなって思うんですね。だそういったグループをちょっとどんどん積極的に出していきたいなっていうふうに考えてます。はい、はい、いや確かにね、そう、次の世代につなげるというのは大事なことかなと私も思っております。はい、じゃあ関根さん、本当にお忙しい中ね、こちらこそ、ね、王様ロック TV にご出演いただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。この、ね、コーナー本当に、ね、続けていきますんで、これ毎回言ってるんですけど、そうですか、毎回来ていただいた方言ってるんですけど続いていきますんで、またね、機会がありましたらね、はい、ぜひぜひ、ね、王様ロック TV に遊びに来てください。ありがとうございます。はい、マーキーインコーポレイティドの関根さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。来日公演情報です。このコーナーは今後のメタルフロンティア関連バンドの来日公演情報をお届けいたします。
まず最初の来日公演はリタさん何でしょうか。はい、スティールハートがなんと27年ぶりの来日公演、スティールハートジャパンショー2017、8月15日火曜日、東京渋谷 WWW にて行われます。はい、今ねリタさんが紹介していただきましたけども、スティールハートこれ本当に奇跡のね来日公演ですね。これ27年ぶりですかね。まあ、私はねこのスティールハートのライブっていうのはね、あのフロンティアーズロックフェスティバルでね、あの初めて見たんですけども、まさかねそのライブが日本で、実現するとは正直思っておりませんでした。まあ、そういう意味でもね、あの本当に奇跡の、来日公演かなと思います。まあそうだな、前回の放送でねちょっと言ったかもしれませんけどもね、まあ、過去のねあのシーズゴーンとかね、あのそういった曲はもちろんねライブでやると思うんですけどもね、まあ注目すべきはあれですね、やっぱりその映画ロックスターっていうね映画があったんですけどもね、そのね中でやってる曲を、まあ、来日公演ではやってくれるのかどうか、まあ、そういうところがね私斉藤的には注目したいかなと思っております。そしてサポートアクトにはね、日本のバンドサイレックスが決定しておりますので、そのねサイレックスのライブも注目していただきたいなと思います。スティールハートの来日公演が決定ということでございます。そして続きましてはマリアちゃん何でしょうか。はい、さらに再び神が降臨、ラウドパーク17にマイケルシェンカーフェストがヘッドライナーで出演します。ラウドパークは10月14日土曜日、15日日曜日、アット埼玉スーパーアリーナで行われます。はい、今ねマリアちゃんが、紹介していただきましたけども、マイケルシェンカーフェストですね。まあ、こちらもねもう本当に何回も告知しておりますけども、ラウドパーク17でね、ヘッドライナーとして、やってまいります。まあ、もちろんねこのマイケルシェンカーフェストの編成の中、メンバーの一人ではね、ライオンハートでも来ます、スティーブ・マン、まあ、彼もまたね来日するというね、まあ、彼はね2回日本に来ることになりますね。まあ、再びこのねマイケルシェンカーフェストで神再降臨、そして名曲尽くしの素晴らしいパフォーマンスにご期待いただきたいと思います。そして、もう一つね、まあ、これもね来日公演がね急遽決定しましたので、こちらで、ご報告ご紹介したいなと思うんですけども、なんと、アルバムをね、2月にリリースしましたアメリカのメロディックスピードメタルバンドセラドール、こちらがね異冒険フェストというねイベントに出演いたします。そして、急遽来日決定が、という情報が入ってまいりました。こちらはねなんとね2007年のラウドパーク以来となる久々の来日公演になっております。新作もね本当に素晴らしい内容でしたので、このねライブは見逃せない内容になっておりますので、セラドールの来日もぜひ注目してください。以上来日情報でした。メタープレゼント&メールコーナーです。今月もたくさんのプレゼントを用意しております。まず最初のプレゼントはリタさん何でしょうか。はい、じゃん、斉藤さん広げて。お、これはあれですね、まずはフェアモーニングのデビュー25周年記念のサッカー T シャツです。これは来日公演の時に物販で好評だったシャツを、王様ロック TV のためにもらったんですよね。そう、これね、本当に4月にね来日公演を行ったフェアウォーニングなんですけども、その時のね物販で売ってたやつなんですけどもね、これ珍しくサッカーシャツなんだよ。でちゃんとドイツのね、まあ、ドイツ出身のねバンドなんでドイツのねカラーで作ってあるというね、これなかなか粋ないいシャツでしょ。これ考えたのどこのドイツですか、ね、考えたのはねみんなで考えましたね。みんなで考えたでちょっとね裏がまた良くて、ジャーンと見せちゃうとこうちゃんとね25周年なんで25、背番号25っていうねなってるね、なかなかね細かいところまでね気配りがされているね、これは本当に貴重なシャツなんでね、ぜひ、はい、応募してもらいたいなと思っておりますね。リタさんね、玉砕、はい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 。そして、次のプレゼントは、何でしょうか。はい、うん、そしてラプソディーオブファイアの2015年のメンバー全員分のサインです。斉藤さんこれをじゃん。これは2016年に行った時の来日公演の時にもらったメンバー直筆サイン、うん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 、もちろんファビオ・リオネのサインも
あります。開いた。そうそうそう、これね、まあ、今となって本当にね貴重なあのものになってしまったんだけどもね、あのラプソディオブファイアの方ですね。まあそのまだねファビオとね、あとドラムのねアレックスもねいるんですけどもね、そのサインもうここで出しちゃいますね。本当に貴重なサイン色紙で、これをね1名様にねプレゼントしますので、ぜひね好きな方は応募してください。そしてもう一つ言っちゃうよんということで、冒頭でお話ししました、スウェーデンロックね、スウェーデンロックで、お土産をね私買ってまいりましたのでね、T シャツをね1名様にプレゼントしたいなと思っております、サイズは、M サイズです、ただちょっと大きめなんでね、ちょっと L サイズに近い M ですね、そのねスウェーデンロックの T シャツをプレゼントいたしますので、こちらもどしどし応募していただきたいと思います。それぞれねプレゼントは各1名様にプレゼントいたします。さらに王様ロック TV や、質問、王様ロック TV の感想質問などもねどしどしね、受け付けておりますので、メールをたくさんこちらまで送っていただきたいなと思っております。ということで、そのね王様ロック TV 宛てのね、まあ、ご意見ご感想ね、まあ、そんなねメールをねちょっと集めてみましたので、ここで読み上げてみたいなと思うんですけども、いきなりねこれはねもう私宛てじゃないですね、もうこれはねリタさんとマリアちゃん宛てですね。マスコットキャラクターかわいいグッズを作ってください。作ってください斉藤さん作って、これね斉藤グッズは作りようがないですからね、これねあのリタさんとねマリアちゃんのねグッズをね作る、まあ いつかね作ってもいいかもしれないね、本当ね。なんかね確かに、ね、あの最近に人気がねあの本当にねあの急上昇でございますんでね、ちょっと考えたいかなと思いますけどもね。面白かったです、宮本くん記念すべき第1回ゲスト、毎回出てもええと思います。また見させていただきます。あ、これは宮本さんのことですね。あのね、開け王様の門のね第1回目ゲストは宮本さんでしたね。そうですね、また宮本さんにもね、また機会があればね出ていただきたいかなと思っておりますけどもね。そしてこれはなんだ、これは前回の話かな、トリートのメンバーっていい人ですね、今回はライブに行けませんでしたが次回のライブは行きたいです、新曲を作っているらしいので、近いうちに出るニューアルバムも楽しみです。ニューアルバムはね近いうちは出ませんね、これねこれから曲作りしますんでね。ただ作るということはねアンダースも言っておりますので、そのね新作も期待して待っていたいかなと思っております。そして、これはねあれですね、ハロウィンのことも書いてあるかな、パンプキンユナイテッド日本ツアー楽しみですって。そうだ、これもね本当につい最近ですけどもね、アナウンスされましたね、来年ねなんか来日公演があるということなので楽しみに待っていたいと思います。そしてまたね結構トリート宛ての、まあ、メールというかねトリートネタのね、メールも多いんですけども、こんなメールも来てますね、トリートへのインタビュー大変貴重で楽しませてもらいました。寿司以外にも美味しい日本食を勧めてもらって日本へ来てもらうようにしてください。今後も楽しみに番組を拝見させてもらいます。ありがとうございます。そしてね、あのねまたね来てますよ。リタさん、マリアちゃんの声が可愛らしいのでもっと口数多めでもいいと思います。だってイエーイイエーイ、もうじゃあ今度からねもっといっぱい喋ってもらいましょう。噛まないしね、うん、そうだね、はい、もうね私ね喋るとね結構噛んじゃいますんでね、もう次のね、王様ロック TV からリタさんとマリアちゃんの出番多めでお願いしますということで、まあその辺もねいろいろ考えて今後もねやっていきたいかなと思います、ということで以上プレゼント&メールコーナーでした。はい、ということで今回の王様ロック TV もあっという間にエンディングとなってしまいました。今回も盛りだくさんな内容でお届けしましたが、ここでね関根さんも再びエンディングに登場でございます。よろしくお願いいたします。はい、マリアちゃんなんか気になるアイテムなんかありました？今月もね、うん、いっぱいあったんですけど、うん、マリアちゃん気になることもう一個あって何ですか？斉藤さん、はい、さっき、はい、リタさんの渾身のギャグ、はい、気づきました？渾身のギャグ気づいてないんじゃないですか？渾身のギャグあったんですよね。ウォーニングのごめんなさい T シャツの時ごめんなさい気づきませんでした、すいませんバカバカバカ、何でした？
放送見てください。そうですね、厳しいですね、なかなか。じゃあ三田さん厳しいですね。ちょっとね、あの放送をね見て反省します。お願いします。はい、泣いてますよ。本当ね、結構一生懸命ね喋ってるとね、あの意外とね、あのね、気づかないことも多いんですよ。確かに。っていうか、あんまり言い訳にならないですね。言い訳にならないですね。ということで、はい、エンディングコーナーね、再び関根さんですけども、はい、プレゼントを、ね、ね、またあの、はい、お持ちいただいたということで、はい、ちょっとね、このコーナーでアイテムを紹介していただきたいなと思うんですけども。わ、はい、かりました。佐藤さん、はい、その前にちょっと、うん、結構あれですね、噛むんですか、いつも。うん。え、ね、リタさんとかマリアさんっていつも噛むんですか、これ、斉藤さん。あら、あら。ああ、そういう、やっぱね、そういうことなんです。はい、噛みます。噛みまくりです。あのね、違うんですよ、これ噛む、あの、噛むんですけど、はいはい、なんか法則があってね、はい、噛むとね、連鎖する。そう、あの、ちょっと、どん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 こう、ね、はまってしまいますね。あ、まあでもそうですね。なんかそういうのあるじゃないですか。確かに、ちょっと動揺がね、やっぱり、ね、うん、そうそうそうありますもんね。そうなんですよね。ということでね、許してあげてください。はい、あの噛まないことはあんまないんですけど、噛むと結構噛むっていうね。これがね、斉藤トークでございますね。はい、すいません。はい、でプレゼントですね。はい、プレゼント、ね、すいません。はい、でちょっと数が、うん、何点かありまして、まずですね、最初に、はい、とお届けしたいのがですね、うん、先日、来日公演を行いましたレックレスラブの T シャツを、来日も好評だったみたいで、 ありがとうございます、うん、そうですね、うん、お客さん、たくさんのお客さん来ていただきまして、はい、その T シャツをお持ちいたしました。はい、で、これ開けた方がいいのかな。あ、もし差し支えなければ、はい、これね、デザインで結構良くて、うん、僕が実はこれ欲しいなと思って確保してた分なんですけど、はいはいはい、こういう機会いただいたので、はい、ちょっと皆様にぜひ差し上げたいなと思ってお持ちいたしました。はい、で、こういう感じのやつなんですけど、うん、後ろが結構ね、うん、この緑が効いてて、はいはいはい、結構デザインも良くて、ああ確かにね、そうなんですよ、ね、これ ね、他がちょっとモノクロなんで、うん、ここだけピンとこう、うん、結構光ってていい感じのデザインになってますね、うんうん、これ、サイズはですね、L サイズになります。はい、でそれにですね、サイン入りのブックレット、うん、これはブックレットなんだね。そうなんですよ、 CD ブックレットにサインをもらいましたので、これをつけたいと思います、はい、これまず1名です、ね、素晴らしい、はい、でそれからですね、はい、ちょっと数が多いんですけども、はい、これもですね、先日公演を行いました、うん、ムーンサファリと、それからバロックプロジェクトなんですけども、これ、うん、ダブルネームの T シャツというのを作りましてですね、はい、まあ、2バンドのロゴが入っているやつになります、うんうんうん、もちろん日程もこんな感じで入っておりますので、うんうんうん、これも非常に貴重なT シャツになります。でこれがですね、サイズが M ですね、 M サイズで、はい、これはですね、ムーンサファリのサイン、これをつけて、あの1名さん、うんうん、はい、お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、そしてですね、まだまだありましてですね、うん、これちょっとかなり前になるんですけど、はい、今年の2月ですかね、来日公演を行いましたビーザウルフなんですけれども、これも T シャツですね、よっと、これまたデザインが斬新だね。これがですね、実はね、フェデリコ、うん、ボーカルギタリストのフェデリコが自分でデザインした T シャツということで、なんかね、これ鬼般若、うん、そういったものをなんか連想して、はいはい、まあ、日本的なものを作ってくれたというところで、うん、非常に面白いデザインになってます。これあのジャケのね、セカンドアルバムのルージュのジャケが書いてありまして、そうそうそうですね、日程も入っているというものになります、はいはいはい、これが M サイズで1名様ですね、はい、これも、ブックレットにですね、セカンドアルバム、はい、ルージュのブックレットにサインこれもらってますので、うん、こちら、はい、ぜひこれもらってあげてください。はい、はい、で最後のまだあるんですか。まだよろしいですか。すいません、ね。大盤振る舞い、これ最後の最後です。ありがとうございます。はい、でですね、はい、ラウドパークへの出演が決まりました。はい、メシュガーなんですけれども、はい、昨年ですね、バイオレントスリープオブリーズンというアルバムを出しまして、うん、その際にですね、うん、あの弊社の方で、T シャツを作りました。うん、でそれがですね、ジャケの、まあ、モチーフにした。シャツなんですけども、こんな感じで非常にかっこいいんで、これ着てぜひラウドパーク行ってもらえればというふうに考えてます。でこれがですね、サイズが M になります。以上4点ですね、はい、いやすいませんね、たくさんいただきました。いやいや、とんでもないです。いや本当にありがとうございます。申し訳ないんですけども、はい、いやいや、でも本当にね、貴重な、ね、アイテムばっかりでございますんでね、はい、ぜひね、はい、本当多くの、ね、方にね、応募いただいて、ね、はい、いただきたいなと思いますんでね、はい、どしどしね、メールをお送りいただきたいなと思います。お願いします。はい、ということでね、6回目の王様ロック TV もね、本当に賑やかにお届けしまして、はい、すみませんね、私ね、いろいろ噛んだりね、ありましてね、いろいろありましたけども、まあ、楽しくね、放送できればね、いいかなと思いますんでね、まあ、今後のね、反省もしつつね、またね、次回につなげていきたいなと思います。
ね、本当にね、関根さん、あ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。そしてね、新アイスマーさんもね、ありがとうございました。そして、またね、7回目のね、王様ロック TV もね、にぎやかにね、お届けしたいなと思います。それではこのあたりで、今回王様ロック TV は終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。